オ根島は北海道根室館内根室市にある沼である。野付風連同立自然公園に含まれ、2001年には日本の重要湿地500に選出されている。オ根島北部、推定の見お筋が空中からも確認できる。1978年の国土交通省国土、シリーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成根室半島の付け根に位置する。周囲約15キロメートル。西隣にある、風連湖と同様の木水湖で、直接根室湾に面しており、風連湖と共に、縄文海進によって形成された海跡湖と考えられている。干潮時には、沖合までさすが明ける。主な流入河川は、温冷別川。固定には、最大流入河川の温冷別川から続く周辺より、 深いミオスジがネムロ湾まで続いており、ミオスジ以外は全体的に平坦で最深部でも1.8メートルほどしかない。干潮時には沼の北東半分が干潟となり、アサリやホッキ貝が取れる潮光スポットとなっている。また奇水湖であることからカレイなどの漁も行われている。周辺は赤江ゾマツの森林が多く残る丘漁地で、 北岸には1954年に、オ根ネ式土器が発掘されたことから、標識遺跡とされている、石港谷立穴群がある。三尾筋と北部麻布を除く、大部分にアマモやコアマモが分布し、藻場を形成している。干潟には、北湯虫やアナジャコ、北イソメなどが多く生息しており、アサリやカキ、北海島エビなどの魚場、または養殖場ともなっている。 日潟の荒廃地には、浜ニンニク、シバナ、菜、浜ルリ草、海緑、エゾウグルマ、エゾツルキンバイなどの植生が見られる。大白鳥や、単鳥の飛来地でもあり、単鳥や、シマフクロウ、エゾライ鳥などの繁殖が確認されている。2000年8月23日、カレー漁の差し網にかかって溺死しているヒグマが発見された。根室警察署の調べでは、ヒグマは、 推定2から3歳の若いオスの個体で、体長は137センチメートル、体重は約150キログラム。地元の漁師によると、漁網にクジラや人がかかることはあったが、ヒグマは初めてであった。刺し網にはかかったカレーを食いちぎった痕跡が見受けられ、このヒグマは、干潮時にカレーを盗み食いに現れて、網に絡まってしまい満潮になって溺れたか。 魚を取っているうちに深みにはまって流されてしまったものと推定された。ヒグマはその後白生にされて根室市が保管している。沼の北の流出部には国道44号の温音等橋がかかっており、橋の根室側に駐車場がある。ありがとうございます。